トルフスカーチェルは、チェコトルトノフ出身の元同国代表サッカー選手。フォトバ・ロバーナーロドニーリガの1、FK プシーブラム所属。ポジションはミッドフィールダーで、主に左サイドハーフ。性は、スカチェルとも表記される。顔が、ヤンコレルに似ていることから、コレルの愛称にちなんで、小さな恐竜という愛称を持つ。チェコのフラデツクラーロベシュトルトノフに生まれる。 地元のクラブ FC、フラデツクラーロベイのユースに所属し、1999年に同チームからプロデビューを果たす。2000から2001シーズンには、チームの1年でのガンブリのスリーが復帰に貢献した。2002年2月、国内の競合クラブである SK スラビアプラハに移籍。同年5月には、AC スパルタプラハを破りチェコカップで優勝した。また、同年開催された。 UEFAU-21 欧州選手権に、チェコ代表として出場し決勝戦に進出、フランスとの PK 戦に勝利し、同大会初優勝を飾った。2003年8月、リーグアンのオリンピックマルセイユに移籍した。9月13日、スタッドベロドロームでのルマン UC 戦で、リーグ戦デビューし、5から0で大勝した。十月五日の SC バスティア戦でリーグ初得点かつ、 同チーム在籍時としては唯一となるゴールを決めた。スカーツェルの獲得を推し進めたアラン・ペラン監督が解任されると2004年7月23日にギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC への期限付き移籍が決定した。同チームでは UEFA チャンピオンズリーグ2004から05に出場した。翌シーズンはスコティッシュプレミアリーグのハートオブミドロシアン FC に 期限付き遺跡。スカーツェルは、開幕7試合連続ゴールを決めリーグ記録を更新し、チームも1914年のクラブ記録に並ぶ開幕、8連勝を達成した。翌シーズンもクラブに残ると発表されていたが、本人が対談の意思を表明。アンディ・ウェブスターやスティーブン・プレスリーら他の主力選手と共に、クラブに別れを告げた。2007年7月29日。 フットボールリーグチャンピオンシップのサウサンプトン FC に移籍した。トッテナムホットスパー FC に移籍したガレスベールの穴を埋める形で左サイドバックにコンバートされた。2008年冬の移籍市場でブンデスリーガのヘルタベルリンに期限付き移籍した。2009年10月スラビアプラハに復帰した。2010年1月 アエル1964に加入し再びギリシャの地を踏んだ。2010年9月16日、ハーツへの復帰が発表された。2012年10月26日には、同じリーグに所属するダンディユナイテッド FC に加入。2013年3月6日、スラウィア・プラハへ再び復帰することが発表された。ありがとうございます。